田村装備の仕事は官公庁相手の仕事も多いと思いますが、公表できる仕事とできない仕事のどれぐらいの割合なんでしょうか。公表できんの方が多いっすよ、全然。7割ぐらい公表できます。で、3割ぐらいですかね、できない仕事がありますね。だからどっかに行って訓練しましたとかっていうのは ほとんど言えないですね。艦長の場合、ほとんどっていうか、一個も言えないかもしれない。一個も言えないですね。だったら探偵業務とかね、そういうのも言えないですよね。装備品とかでも、ここ限定で作りましたとか、ってやつは出せないですね。はい。田村さんの装備品を仕事で愛用させていただいています。田村さんのところに警察官や自衛官の皆様が訓練に訪れているのは知っていますが、マイナーな治安系公務員、入国警備課やマトリなども参加されていますか？してますね。てる、あ、マトリは分かんないな。うん、表に出さないで来てる、ね。表に出さないで来てるかもしれないんですけどね。マトリはちょっと分かんないですね。今日マイナーなとこ結構来てますね。うん、来られてます。ありがとうございます。いつもガチ玉 TV 見てますって。マジっすか、はい、嬉しいっすね。最近ね、見てくれてる人が増えてるみたいで、うん、もうコンビニ行くとね、いきなり、ガチ玉見てますよとかね。昨日もね、バス乗ってたんですけど、バスの中でね、声かけられたりとかね、結構最近声かけられますね。はい、これね、うちの豆です。ほら。豆ね。はい。よろしくお願いします。はい。で、向こう行こうか。はい。よいしょ。